こんばんは。よいしょ。お腹が減った。よいしょ。お腹が減ってペコリンチョ。夜ご飯食べるよ。食べるよ。死ぬほど死ぬほどお腹減った。お昼ご飯を食べてなくて、なんか今日撮影でその時のお弁当を持って帰ってきたのでそれを食べます。うわー、お腹減った。お腹減ったしか出てこない。ちょっと早めなんですが、うわー、クリスマスじゃん、もう季節。お腹が減ったね。みんな仕事中の人が多い。ごめんね、そんな中こんな時間に配信して。まあ言うたらちょっと遅めの夜ご飯みたいな感じ。ちょっと遅めの昼兼用兼早めの夜ご飯みたいな感じで。あ、ライトをつけました。なんかめっちゃ美味しそうなお弁当やねんけど、なんか温めようかなと思ったけど、なんかその温める時間すらももう食べたいが勝ってせっかちなんで。うわ、素晴らしい。食べるでしょうか。当てた人には投げキッス。多分みんなになっちゃうねんけど、とりあえずウェットティッシュはすごいなんか分厚いです。なんかなんていうの、めちゃくちゃいいとこのウェットティッシュって感じのウェットティッシュです。分厚め、やば、かゆ。唐揚げ焼きそば、ブッブー。あ、でもいいとこの弁当なんかな、これ。あー、美味しそう。正解は、ヒント？ヒント？まあ肉系かな。肉系。しかもこれ絶対今日完食する大食い企画です。松本の。あんまりしないよね、もぐもぐ配信ってか。ハンバーグじゃないです。焼肉でもないです。唐揚げじゃないです。生姜焼きでもないです。え、なんか当たりそう、めっちゃ当たりそうな、いい線来てる。チキン南蛮は惜しい。めちゃくちゃ、え、じゃあ当たるまで食べれへんゲームしようよ。自分苦しい、自分が苦しいだけ。当てて。味噌カツ、ステーキ、とんかつ、ちゃう、お肉系目の前にあるのに。お腹減った、お腹減った、お腹減って、死ぬほどお腹減った。お口悪いけど、お口悪くてごめんなさい。
唐揚げもう似てるんよ。レンチンやだ、レンチンする時間待てへん。しかもあれらしいね、お弁当ってちょっと冷めてる方がカロリー低いらしいよ。変わらんけど天ぷら生姜焼きローストビーフチキンカツ、お腹すくみんなやめて。シューマイ魚のフライ鳥天違う、鳥は合ってるねん、鳥は鳥は合ってるんだ。パスタ揚げちゃう、チキン南蛮たこ焼きちゃう、鳥南蛮丸焼き違う、ユーリンチー正解、ユーリンチーです、ナイス。食べるぞ食べるぞ、チキン食べます。やばい、めっちゃお腹減った。それでは撮影現場ではね、もう今はもうお持ち帰り持って帰ってお家で食べてねっていうスタイルなので、見てめちゃくちゃいいお弁当じゃない、ほら油淋鶏、しかもここめっちゃいい、お母さんが作ってくれそうな、なんか味そうめっちゃ適当、みんないただきます、いただきます、いただきマンゴーパクパクパク、もうお腹空いたからみんな食べるよ、違うもう6時までに食べ終わるからいただきます、完食するからね、大食いするからね。まずトマトから野菜からいただきます、ちゃんといただきます。これ一口で食べる、正解者には投げ注意したよでも一人にしたのにこれみんなにさなっちゃうもんね、配信だと。いただきます、うん、柔らかい、先にキャベチー、あ落ちる、いただきます、うん、はやん、うん、おいしいものは最近なんか後に残すより先に食べることが多いな、なんかその後に残して最後になんかこれ嫌いなんかなって思われて食べられたくないかってけど、なんか半分で終わるかも、最初に食べてもう一回後にも食べる、うん、オフした、なんで君はそんなことするかな、本当にいくつ、うわ、それではうわいいね、このだし巻き卵みたいな、見てすごい熱熱熱だし巻き卵、うん、甘い、生き返った、幸せ、夜ご飯早いやろ、え、なにこれ、うわ、ナスビや、ナスビ苦手なんだよな、うん、先日のシミの洗濯はうまくいったのでしょうか、うん、うん、あかんかった普通に残っとったけど、まあでもプチプラっちゃプチプラだからまあいっかっていう感じだし、しかも多分気にせず履き続けると思う、うん、うまっ、油淋鶏までいつもたどり着くのが遅い、多分やばあれかも、好きな食べ物後に残す派かも、この感じだと、こんにゃく
おでんで一番好きな具材、こんにゃく。こんにゃく、大根、あと昆布で巻かれてるやつ、ついに油淋鶏いきます。おいしそう、ちょっと食べたかってんない。うわ、これ一口で食べます。私はいただきます。甘い、甘っ。甘いです。ご飯食べる。で、揺れたってコメントがある。大丈夫かな、ちょっと待ってね、ちょっと。一回数分後に再開しますね。ただいまです。調べて、あ、もうちょっと食べ終わってないよ。いろいろ大丈夫だったかなと思って。皆さん関東の方だよね。皆さんの方大丈夫でしたか、揺れは。今ね調べてて一旦落ち着いたかなと思って。多いね最近。無事ですか、みんな。関東にお住まいのお方、心配になってすぐ調べて、揺れの震度大丈夫かなと思って。よかった、よかった、よかった、すぐ収まったみたいで。もうね本当にいつでもなんか何があっても大丈夫なのに対策しとかなきゃなんてなんか感じるよね。みんな無事で、無事が何よりなんで。みんなもお帰り。配信どうしようかなと思ったけど落ち着いてみたいなので一旦再開をしようと思って。大丈夫かなみんな。おかえりみんなただいまおかえりだね。お腹空いたけど一瞬収まって、でもこれコメント見て安心したらまたお腹減ってきたちゃんとお腹減るって。みんなお仕事お疲れ様です。この時間だからちょうど終わってるかなってぐらいかな。みんな こんばんは。まだ食べてない、さっきの続きでね終わってる。いただきます。再開、もぐもぐ配信再開。やん、人参。え、どれ食べよう。いただきます。あら、お仕事中っていう人が多いね。みんなお疲れ様です。油淋鶏食べてます。うん出てる。
半分に切れる柔らかさです。お腹空くよね。思うねんけどさ、このご飯をさ、ゆかりあるやんか、これを全体にまぶしてほしい。しかもね、まあ白米だけで食べたいって人もいると思うけど、ご飯半分にしとこう。半分は置いとく。ご飯ちょっとついてる。うん、分かってくれる人いる、嬉しい。でも確かに白米だけ食べたい人がいるんだろうね、ここにおる友人地いるんだろうけど、力はね全体にまぶしてほしいなっていつも思う。うまっ。サラダもついてるよ。サラダはね、一番上に食べるので、よく噛むねってコメントあってんけど、これ多分ショールームしてるからめっちゃ噛んでるねん。しなかったらもうフグ食べ終わるよ。もうでも確かに苦手な人もいるんだろうねって思ったらさ、こうしてって言えないよね。コンコン。うん、なんか油淋鶏があるのにさ、え、また鶏肉やんと思ったらさ、え、これ何の、ああー、ごま塩になった。なんだこれ、何の魚だ。サバ？あ、サバだ。うん。あ、ナミュって言ってた。飲まへん、ご飯。え、なんて言った今。飲まないよ。キャロ。うん、うん、ミニだ。すごい見た目さ、唐揚げ乳輪地。うまっ。優勝乳輪地の。いつもはご飯食べへんようにするけど、今日はお昼ご飯を食べ損ねたので、食べていいことにしましょう。あぶぶぶ落としてません。
これ好き。がんもどき。これ。うん。じゅわーって、なんていうの、肉汁じゃないけど染み込んでた何かが出てくる何かが出てくる食べてる時に喋っちゃうねんな。うんいや、あ、出汁っていうの？お出汁？やば、遊園地なくなったよ、もう。これでラスト1個です。あ、奥か。うん。うん。だしか。コメントに流された、コメントにあったよね、だし、うん、だし汁か、だし汁だ。コメントに騙されてませんでした、ごめんなさい。うん、噛み切れるポイントあるよね。なんでこんなに美味しいんでしょうか。冷めていても美味しい日本のお弁当。うん、ゆかりがたどり着きました。ゆかりに、デザートね、食べないよデザートは。そろそろパン禁止生活が始まるから、ああラストの部分、ラストの油淋鶏いただきます。ご飯と食べる。なんかやっとした。うん、ふんね。これさ、めっちゃさ ASMR じゃない今。アイドルがやることじゃない。煮物ゾーン食べよう。あ、お漬物。
漬物美味しいよね。自分でもめちゃくちゃ分かるもん、咀嚼音。だから絶対みんなもっと聞こえてんだろうな。うまし。あ、キムチ食べようとしたんだった、さっき。しば漬け。魚食べよう。切るのがめんどくさいから。うん。うんうん。なんか刺身あんま苦手やねんけど、サバは食べれるねんな。でもサバの味噌、味付け味噌が好き。うんうん。ご飯もちょっと。名探偵のマキコちゃん呼びに違和感あったよ。しかも違和感あった。でも台本がマキコちゃんやったから。めっちゃ練習してん。でマキコさんにもチカちゃんのマキコちゃん呼びめちゃくちゃ違和感あるねんけどって話になってんな、楽屋で。絶対言いづらいよなみたいな話しとった。めっちゃ言いづらいですって言って。うん、違う、これ大好き。これなんていうんだっけ、プニプニのやつ。うん、お餅みたいなやつ。うんふん。なんていうんだっけこれ、もちもち、わかんない。オフ、これ何？これさ、なんか湯豆腐みたいな。湯豆腐じゃない。なんだっけ？いや、何って感じよね。これ。お豆腐みたいな。ん？ん？ごまがかかってる。なんかダブってるぞ、味が。なんだっけ、このモクモクのやつ。うん、湯葉じゃない、高野豆腐でもない。うん、これなんだ、湯葉みたいな味する。でもこれごま豆腐、今食べたのはごま豆腐。そうだそうだ、それはそうだ。一個前に食べたもみじの柄をしたあのもちもちのやつは分からん。なんだろうね。分かんないけど、それでは最後に甘いもので締めたいと思います。さあ何でしょう。正解は。スイートポテトです。さつまいもの鬼物です。いただきます。すごく欲しい。うん、たっぷり。
さつまいもご飯が食べたくなるね。ごちそうさまでした。よいしょ。美味しかったです。ちゃんちゃん、うまっ。ああ、美味しかった。あ、いいね。ちゃんとゆっくり食べたらいいね。刺身を、この後はもう食べません。本当はアイスクリームって言いたいところですが、夜寝る前に映画かドラマ見ながらカフェオレ飲むぐらい。食べません。みんなそうやって丸くさせるんだ。誕生日本当に違う。12月あのね、冬になったらなんか蓄え出しとねんな、ほんまに。食べません。だからそうやってみんな甘やかしてくる。よくない。優しい人ばっかだな。ごちそうさまでした。みんな見守ってくれてありがとうございました。美味しかった。中華ってやっぱ美味しいよね。そうだね。食後のブラックコーヒーは罪悪感ゼロ。それはもちろん。なんか食後のコーヒーっていう理由が分かるようになった、やっと。確かにお口直しっていう意味が分かるわ。今までは別にそんなお口直しの意味が分からんかったけど、こう年齢重ねてなったけど、でもなんかデザートも欲しくなる気持ちもあるな。甘いもの、しょっぱいもの食べて甘いもの、その時にコーヒーみたいな。コーヒーだけにしときなさい、ほんまに。コーヒーはねブラックでも飲めるけど、なんかお家で飲む時はミルク入れて、ミルクっておしゃれに言うけど牛乳やねんけど、カフェオレにしてる。今日ね、ポニーテールにしたんだ。みんなにメールでも送ってんけど、みんなに馴染みのある撮影してきて、多分まあ公開されるのはどんどん先やねんけど、半年後とかのやつも全然あると思うねんけど、いつもね髪の毛巻き下ろしとかストレートやったから、今日はねじゃん、ポニーテールにした。写りがよくありますように。なんかお団子にしようかなって悩んでんけど、なんかやっぱみんな的にはポニーの方が絶対嬉しいだろうなと思って。まあ半年に1回の撮影やから、いつも公開されるのが半年後からなのかな、確か。だから今は10月でしょ。でも次撮影するのは4月5月だもん。でちょうど半年前に撮影した気がする、今の使われてる写真も。体のねコンディションがいいように。なんか自分もさ、ポニーテールできる長さになって嬉しくてやっちゃう。ポニーテールの自分眺めて喜んでる。まあでもさ、ショートっていうショートでもないんだよね。多分ボブぐらいなんかな、長さ的には。やってんけど、やっぱね首元がすっきりしてる方がいいんだと思いました。
よし、おー、びっくりした自分に。今日はお月様が綺麗らしいよ。寝る前にみよーんと。おいしゅうございました。今宵も今日流星群が見えるんだ。そうだ、見たわ。なんだっけ、何ペル違う、何流星群だっけ。オリオン座流星群だって。何それ、見たい見たい。ペルセウス座流星群、君も見てただろうか。君は今どこにいるの。母という悪魔に。今日はじゃあ寝る前にみんな空を見たら、あ、この月とか星はみんなも見れてるんだろうなって思いながら眺めようっていうメルヘンチックな乙女みたいなこと言っちゃうそれな、寒い時はね星が綺麗なんだよね。人生で一回でいいからやってみたいこと、死ぬまでにしたいことリストに今2つ入ってるのは、富士山登ることとオーロラを見に行きたい直接、この2つがあります。今の叶えたいこと、月が綺麗ですねってやつ。うーん、がやりたいこと。オーロラ見に行きたいな。フィンランドの湖には恋が叶う、レジェンドがあるって聞いた。好きな人をそう振り向かせる。世界中の誰もが手に入れたくなる。オーロラは飛行機から見ると見やすいし、そんなタイミングに乗れへんよ飛行機に。うわ、オーロラ、オリオン座流星群、今夜ピーク。なんかさ、星座のやつなんか昔習ったけど忘れたよな。なんか星座ができたなんか由来的なやつ。あるよね。天気がね、うわ、唇に全然色がない。まあ、いっか。よいちょ。1時間ほど配信しよう。あと15分くらい配信しようかな。雑談タイム。今年最後。寒いよね。今日もめっちゃ寒かったってか、上着が必要やった。なんかさすがにいらんかなーってテロンって着ちゃしたワンピース着て行ってんけど、めっちゃ寒かった帰り。やっぱ上着いるね。去年の10月の末ってこんな寒かったっけって感じじゃない？忘れちゃった。毎年学ばへんよな。毎年なんかどんぐらい寒かったっけって言って
いや、秋どっか行ったよな。その服かわいい。これね、昔梨紗子さんになんか上着貸してって言われて、レッスン中にちょうど半袖着とって上着羽織ってるやつを着とってんけど、それ貸してって言われていいですよって言ったら、まさかの梨紗子さんがその貸した上着をなくしちゃったんかな、どっかなくしちゃって、近くごめん新しいの買って返すって言われて返してもらったのがこの恐竜の、めっちゃ可愛くない、ジェラピケのやつやねんけど、これで、これ中3の時のやつ中3の時に返してもらったやつやねんけど、なんかまだ未だに切れてる不思議ってやつ。なんかね、タオル生地でいいねんな。夏にちょっとさらっと羽織るのでもいいし、冬でもね、別になんかお家帰ってきた部屋着とか。いや、物持ちの良さ半端ないね。特技かなこれ、チカの長所で言えるよね。私のチャームポイントじゃない、長所は物持ちがいいところですって。これ中学3年生から来てんだよ。でも全然別にタオル生地だからさ、色あせたりもしんしだし、そんなにさ、これをなんかしょっちゅう着るってわけじゃないか、たまに着るぐらいだからっていうのもありそう。かわいいよね、恐竜だよ、めっちゃかわいい。しかも丈が短いわけでもないし、だからさ、ちょっと物が増えやすい傾向があるので、ちょっとちゃんとバイバイしなきゃ。せやな、身長伸びてへんのやと思う。いやでもさすがに2センチぐらい入って、2、3センチは伸びたけど、手も伸びんの。そういうのってなんか体の丈じゃないと思って、手伸びるイメージないねんけど。いや断捨離大変なんよ。てか断捨離じゃなくて、チカの場合は大阪の実家にお洋服を置くって思ったら、別になんか仮に半分実家に持って帰ったら半分空きがここでできるので、半分買えるじゃんとかなんか思っちゃうんだよね。でもさ、いつも実家帰るときなんだかんだお気に入りの私服を持って帰るから、まあ着るよって思って、そしたらと実家に置いてる服とかほんまに着いひんからね。なかなか難しいですね。今日11月になったらお買い物するって決めた。トーク会も増えるしね。今週はないのか。断捨離でもね、この前してんな、結構減ったよ。そしたら断捨離というか、お下がりとか、あとお母さんが着たりもする。なんかお母さん服こだわりないから、地下のお下がりも全然な、着れるようなお洋服だったらあげるしかな。え、身長はね、今で十分、160で十分十分です本当に。でももうちょっとよく言えば158センチでよかったかも。160別にいらんかったなとかも思う。やばい、お洋服の話になってる今。うん、お洋服欲しいね。ゾゾタウンとかでめっちゃいいねしてる。でさ、セールが始まるねんけど、そしたらちゃんとセールの時に売り切れたりするから、ビエン。そうだよ、なんかね、ファンの人に言われた、なんかもしプレゼントでもらったお洋服は着れへんかったり、サイズが合わんかったらどうすんのって聞かれた時に、あ、多分お母さんが着ますってお母さんが着てますって言ってる。っていうのも、なんかなんだろう、サイズ、なんか明らか違うの、なんだろう、形とかが見てて、わ、着膨れするなーとかいうのがあったら着るし、実家でもう仮にさ、こうお家で名古屋来た時とかにお洋服ハンガーにかけとったら、
この服かわいいってお母さんに言われるから、あ、着るって言って、だからお母さんが着てるファンの人がくれたねお洋服は大事にもらっておりますので、お手紙もそうだし、ありがとうございます。だからお母さんと共有してる。共有はなんかめちゃめちゃ怖いよな。お母さんと共有してます。だから懐かしいって服着てるもん、たまに。地下以上の物持ちいいのがお母さんなので、 SK に入る前の服とか着てるしね、全然今も。っていう感じですね。なんかなかなかさ、まだ着れるとか思ったら捨てるっていう選択しないねんな。プレゼントするときはお母様のことも考えて送らなきゃね。いや、考えないでください、全然全然考えないでください、本当に考えずにおか、でも違う、お母さんが似合うお洋服しかあげへんかも、逆に言えば。絶対なんだろう、うん、丈が短いのとか絶対着えへんから、そういうのはいとこだったりメンバー、それこそ後輩とかにあげたりするし、お下がりちゃんとお母さんが着れそうなのを選んであげてますのでって感じですね、お洋服事情は。最近ニット欲しいな、めっちゃ流行ってるから、今季の。秋はいいですね。秋というかもう冬っぽいけど、冬、あ、だコート持って帰ってもらわなあかん、ダウン。あ、パーカー好きよね。てかファンの人がパーカー好きなイメージある。めっちゃパーカー着るねんけど、でもパーカーだと1枚でさらっと着れちゃうから、なんか負けた気がする、ファッションに。だからなんか組み合わせるお洋服を着ることが多いけど、ほんまにレッスンの行き帰りとか全然パーカーとか、パーカースキニー、パーカージーンズとか全然多いねんな。パーカーっていいよね。この前久しぶりに、パーカーじゃないな、フードがないのがトレーナーやんな、確か。トレーナー着て、あ、いいなってなった。トレーナーってやっぱ楽ちん、さらっと着れるしね。パーカー、トレーナー、断捨離して、断捨離したんよ。1時間以上かかった。え、早い方なんかな、2時間かかってないけど、でも1回1時間やって1回休憩した、無理ってなって。でもなんか夏服の方が多かった気がするな、今回整理しとって。冬服の方が少なかったな。あ、ギャップのパーカーね。ギャップ着てないな最近。着すぎてちゃんとね、それをバイバイした気がする。色あせてたもん、なんかもう。だったらいい時間になってきましたね。後輩に服を譲ってくださいって言われますか？なんか最近の後輩はね、みんなおしゃれさんが多いから言われへんくなったね。昔はチカが逆に言っとった、先輩にお下がりくださいって言ってたけど、お下がりちょうだいって言う後輩おらんくなったかも、年々。みんながみんなおしゃれだもん。てか今の女子高生、女子高校生とか中学生もみんなおしゃれだし、びっくりよ。時代ですな。全然お下がりちょうだいって言われたら、いいよって言ってあげるけど、なんだろう、勝手にチカが、うわこの服着てほしい、似合うとかいう理由で渡すことが多いかな。あと地元帰ったらなんか、あの近所の子にあげたいなって思っちゃうけど、近所の子とか何してんねやろ今、合わへんよね全然。まあ、でもお下がりあげるならゆず、あゆかかな。
が多いけど、2人ともおしゃれなんだよね。全然自分たちが持ってる服とかもおしゃれだから、なんかあげるの悩んじゃうかも。いやこれあげんでも絶対着てるよなとか思ったりしたら、フリーマーケットとかしたいよね。難しいですね、おしゃれは。あ、桃の助もね。でも桃の助はなんか服の系統とか見るかも。可愛い系のやつ着てるから、そういうのがあったらあげるって感じ。なんかほんまにその子に似合う洋服をあげるようにしてて、なんかあげてもキーヒンなーっていうのがあったらなんか申し訳ないなって思っちゃうから。雰囲気やけどね、勝手に自分の。ゆうてちくんもお下がりもらってるしな、いまだに。夏にね、めちゃくちゃ前やねんけど、ゆりやさんにねお下がりもらって、めちゃくちゃ紙袋いっぱいあってんけど、重いって言われたけど、いやもう重くても持って帰りますって言って、持って帰って全部着たかも。うん、着た。まだねみんなの前で着てないお洋服もあるねんけど、可愛いお洋服もらってね着たんだな。愛の重さ。ちゃんと、しかも洋服整理しようと。パーカーとかもさ、何年も着てるやつは実家持って帰ろう。まだ着てんのって言われそう。まだ着てますって感じやけど。ってな感じで1時間もしてないか、ちょっと一旦中断しちゃってほしいな。みんながちょうど今からお仕事終わって見に来るよっていう時間に終わっちゃうんですが、そろそろ終わろうかしら。夜ご飯を食べるみんながお腹空いちゃう配信だったんですが、ありがとう、配信見に来てくれてごちそうさまでした。ポニーテール配信でした。ありがとう、みんな。この後メールとか SNS 発信するので待っててください。あ、観覧車へようこそのお便りは多分まだ間に合うので送ってください。で、土曜日にサンジャナイオの生放送があるので、これも多分放送の直前に多分たまにメール募集されるよね、このお題でって言われることもあると思うので、ぜひぜひまた送ってください。明日にじゃないよの放送日なので聞いてください。ラジオ週間、ラジオウィークすぎひん、違う、よろしくね。またね、みんな明日も頑張ってください。お休みって言おうとしたけど、いやお休みの時間には早すぎるぞと思ったので。またね、ありがとうございました。バイバイ。パーン。